みんなのアルバイト、ピロシキーズのブラスです。アリちゃんです。石原ゆきです。今日も伊藤健人さん、23歳、来ていただいております。年齢なんか言う必要あったかっていう感じやけど、若い子ということでね。でも若い。え、これじゃないの？隠し事じゃないやろ、年齢。大学4年生って本来22歳なんですよ。あ、そうなん。じゃあ取り直そう、取り直そう、一応。あ、別に大丈夫です。大丈夫？じゃあいいんかい。なんやねん、ちょっと。大学4年生。あ、大学4年生。1個じゃあ、あれ、浪人したってこと？そうです、そうです。普通のことやで、でも。東洋大学で一浪ってちょっと言いづらいですね。嘘。八浪してますよ。八郎してんの？どういうことですか？すごい、ええー、って気にすることじゃないですよ。あんたが言うな。大学にもよるかもしれんけど、まあでも東洋普通やん。そんな頭悪いイメージないんだけど、普通よりちょっと50よりは上かなっていう感じ。50から60の間ぐらいで、多分普通よりちょっといいやん。やめろや。やめろ、いいんです。チャンネル登録よろしくな。前回はあのピザハットのね話を、ピザハット、ドミノピザです、ね、ドミノピザピザハット、あれ話をね、してもらったんやけども、他にもね、アルバイトしてらっしゃいますか？はい、今やってないんですけど、焼肉屋、焼肉屋で働いてました。どこどこ、有名なとこ？牛しげっていう。あ、有名やんか。ね、有名よ。結構安いね、食べ放題とかもあって、ね、ありますね、うん。いや、牛しげ行ったことある？あります。いちごミルクが大好き。え、肉じゃないの？飲み物が美味しい。ありますね。飲み物が美味しいんや。いちごミルクあるんや。やらしいな、いちごミルクって、ね、やらしいね、うん、やらしいですね。やらしいんですか？やらしいですか？いちごミルク、いちごポッキー、この辺りはねやらしい。やらしいな、確かに。 その笑い方はあかんで、分かって言ったのに知りませんみたいな。ポッキーで分かっちゃって、まあ、知らないことにしていこうって。いや、まあいいわ、そんな話は。もうどのくらい続けたんですか？半年くらいですね。半年、まあ、でも結構続けてますね、うん。その時はナンパされました？ナンパされないです。されないんですか？何をするんですか、牛しげのバイトって？ホール業務ですね。ホール業務。あれ、牛しげはどうやったっけな、あのこれごと買えるパターンやったっけ？炭ごと？網だけ買える。あの七輪か。七輪だよね、うん、七輪も買えたりするの？そうですね、空き炭がなくなっちゃったらもう七輪ごと持って帰ってまた新しいのを用意したりします。やけどしそう。あ、ね、そうですね、しますね。やけどするんや。やけどしますね。炭を準備する炉があって、そこで本当目の前に火があるので結構やけど、顔とか真っ赤っかになりますね、目の前に火があるので。ちょっと怪我とかしたことあるの？怪我ありますね。今そのあ、もう今は大丈夫です。どこに怪我したと思って見してみって言ってんの？逆に。いや、なんかこの辺だから、ね、ああ、この辺とか。どこどこ、ここですか？お腹周りとか。お腹は大丈夫です。そうね。網とか変えるのはさ、練習するの？網の上に網乗せて、あれうまいことやんねん、なんか。ありますね。ほんで、こうピュってひっくり返すね、うん。やるやんな、あれ。やりますね。あれ練習した。しないですね。え？いきなり。そんなできんの？すごい技やなと思って。網の周り縁って熱くないんですよ。あ、そうなの。手で持ってこうやってるだけなんですよ。だから練習する必要ないんです。でもさ、それでもパッと置いて開けたらさ、肉がびっちょーってほとんど全部焦げついててさ、うわっとかってなったりするやん。そういう時にこうゴリゴリゴリってやって落としたりするやん。張り付いてたらね。それも練習せえへん。あ、あります。お肉ついてる時はさすがに両手塞がってるので、ちょっとお客さんにそこは取ってもらっていいですか。なるほどね、うん、肉が張り付いてる時はお客さんに取ってくださいって言うんです ね、 だからね、うん。なんで牛しげにしようと思ったの？なんかギャラがいいとかさ。ギャラ、ギャラ、時給か。ギャラ時給がいいとかさ。なかなか焼肉屋にって過酷なイメージあるからさ、いかんやん普通。可愛い子が多いって聞いたことあるんですよ、焼肉屋さんって。あとはまかないがお肉。まかないどうやったんですか？あ、焼肉はできないですけど、フライパンとかでお肉やって食べたりはしてきました。みんなのアルバイト。新宿のね、2丁目の近くにあるんだけど、牛しげ、めっちゃ態度悪い店員がいる。それにクレームのね、電話入れてやったことある。外国人の店員は態度悪くないの。でもなんか日本人の店員が態度悪くて、日本人の店員がその外国人の店員に偉そうに指導をしてる姿を見んねんけど、いやお前やからなっていう感じで、お前が態度悪いんやで一番っていう感じの店員がいます、うん、新宿2丁目の近くの牛しげ。やめろや。嫌いです、そこで。めっちゃ言うやん。すいませんって言ってんのにさ、こうへんねん。絶対目あったやんと言うのに、うん、これでこれでこれでお願いしますって言ったら、とかそのまま何も言わんと行くとか、何も言わんと行くとか、はぁとか思って、説教食らわすしかないなと思うけど、うん、でもそいつは違う店員になんかグラスの置き方がうるさいとかで説教してて、グラスなんか別にうるさく置いてくれて構わへんけど、こっちそれよりお前の顔と態度が気に食わへん。顔そう、顔も大事よ。顔がイケメンやんって言うでしょ。嫌な客とかいます？でもいましたね。5分おきに網の交換を頼んでくるみたいな。あ、いそう
やな、また焦げついた、また焦げついたっつって、さすがにそこまではいなかった、そんなはない。でも一度に注文すっごいしてくるお客さんとかはいましたね。テーブルにあるパネルじゃなくて全部お客さんのとこに行って毎回毎回聞き行くんですけど、うん、それをもう聞き取れないくらいバー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 って連続で行ってきて、うんうんうん、大量注文するお客さんはちょっと苦手ですね。大量注文ダメなんですか？別にダメなんではないですけど、ちょっとこっちの気持ちも考えてほしいなっていうのも。早口ってことやろ。あ、そうです、うん、その一気に量を注文するのはいいでしょう。でも全部ハラミ初あのなんかロースバンダーハンダーってまだ入力を待たずにどんどん言っていくっていうのが嫌。スープライスと牛タンと、うん、石焼きビビンバってあったっけ、牛脂。ありますあります。あるんや。俺石焼きビビンバが一番好き、世の中の食べ物で。カルピスープ好き。辛いやつ。冷麺。冷麺美味しい。石焼きビビンバの方が絶対美味しい、その中やったら。石焼きビビンバやんな、この中勝ち。絶対ビビンバなんでよ。あんたらなんかな、ヘルシー気取ってんじゃねえよ、スープだとか冷麺。全然あのヘルシーちゃうもん。なんかね、女ってすぐヘルシー気取るから嫌なんだよ。全然ちゃうよ、あれ油ギットギトのスープ。デートで牛脂激てんなみたいな人いる？カップルいます。結構いる。いるでしょ、普通に。女食べられへんふりしてた？そこまで見てないですけど。で、男はより食べれるふりしてた？してたかもしれないですね。そうやろうな。みんななんかな、食べへんねん、食べたいのに。そうや、あれ聞きたかったん。頼まん方がいいメニュー。原価じゃアルバイトって分からんか、分かんないですけど、やっぱタンはいいんじゃないですか。原価高いんじゃないですかね。タンがいいんだ。まだ確かに安い店でもタン美味しいこと多いもんね。タン美味しいよな、うん、どれが一番おすすめですか？やっぱタンじゃないですか。タンやっぱ美味しいし、人間のタンも好き。それ違うことだよね。それチューしてる時のそういうあれだよね。俺はあんま好きちゃうねん、タン。なんで？こっちの裏側に入れてくるあるやん。それチューが下手くそなやつの話でしょ。それ普通にやってくる人多いねんけど、それが気持ち悪い。裏側ってどこ？歯の裏側みたいなとこに。いや、それも下手くそやわ。いや、でもおるよ結構。それはちょっと下手くそ。ね、あんたうまいんか。まあ多少は。ごめん。適当なこと言ったけど分かんない。自分分かんないけど。